泣いて頼んだら見せてやるよ。M になる。ド M になっちゃう。あのさ、戸上くん、僕にも見せてもらってもいいかな？そのジェノサイダー小事件のファイルをさ。まあいいだろう。泣いて頼んではいないようだが、まあいいだろう。すんまへん。この場所で見る分には構わん。持ち出したりしなければな。はわわー、トップシークレット。戸上くんから受け取ったファイルを緊張した手つきでめくっていく。そんな僕の手が止まったのは、一連の殺害現場の写真が集められたページだった。ひえ。あ、女性だけとかじゃないのか。ハサミ？ジェノサイダー翔に殺された犠牲者たちの名前が何ページかにわたってずらりと並んでいる。原田健、32歳。本田哲弘、17歳。庄司学、23歳。菅野一世、14歳。吉田医師、30歳。小松菜太郎、縦の、まあ、なんか、産んだ、うん。うん、まあ、うん。キリがない！あれ？え？逆に男ばっかり？だけど少なくとも分かったのは、これら大量の犠牲者たちは全て同じ方法で殺され、同じ方法で貼り付けにされているということ。そして、それらの現場には必ず血みどろフィーバーの血文字が残されているということ。その次のページも見てみろ。そこにも面白いことが書かれているぞ。次のページ？はわー。プロファイリング結果。一連の犯行は平日の深夜もしくは休日の昼間から夜にかけてに発生。ふんふん、平日はなんかが用事がある人なんだ。最も頻度が高いのが休日の昼過ぎ。以上のことから犯人は学生であるとも推測される。また現場には犯人が長く居座ったような痕跡とともに取り乱しながら現場から逃げた痕跡がある。え？目撃者の報告もないことから、犯人は外的要因もなくこれらの奇妙な行動をした模様。これらの死に滅裂な行動から、犯人は重度の解離性同一性障害の可能性があるとも考えられる。え？つまり、要は犯人は多重人格者の可能性があるということだ。と言われると、多重人格者ってテレビとかで見るあれ？これもまた現実離れした話だけど。深川さん。でも今までのことの方がずっと現実離れしてたんだ。それくらい不思議じゃないのかも。麻痺してんのか？麻痺してんのか？行くぞ。ではそろそろ行くとしようか。え、行くってどこに？ここから出るんだよ。もうこの場所に用はない。ああ、ちょっと戸上くん。もう。勝手に歩き出した戸上くんを追いかけるようにして僕も図書室を後にした。さてと、え？お前とはここでお別れだ。俺は学級裁判までにやっておくことがあるんでな。なに？え、そんな急に？お前の相手をしている暇はない。おいおい、迷惑かつ気持ちの悪い勘違いはよしてくれ。ずっと一緒とでも思ったのか。あとは自己責任で何とかしろ。自力で捜査を進めるんだな。じゃあな。じゃあね。またね。そして彼はそのまま僕の前から姿を消した。誘ってくるのも唐突なら、別れるのも唐突。でもそんな強引な戸上くんのことが、好き。結局散々振り回されただけだったような気もするけど。でも、そんな彼のおかげで重要な手がかりを手に入れたのも事実だ。まあ、確かに。ジェノサイダー翔、それが藤崎さんを殺した犯人。そしてその殺人鬼は、僕らの中にいる！その正体が誰なのか、何とかしてそれを突き止めないと。そのためにもう一度捜査すべき場所は、まずは現場の女子更衣室だな。ついでに隣の男子更衣室も見ておこうかな。それと他のみんなからも何か情報が得られるかもしれないな。いろいろと話を聞いてみよう。まあじゃあ更衣室にとりあえず行くか。行ったらいるかもしれないしね。
っていうか結局藤崎さんって、あ、ここどこ、うん、あー、このまま行けばいいのか。結局藤崎さんってどっち、結局のところまだなんかこう被害者は男性ばっかりな気もしたけど、女性もいたかな、見逃しただけで。え、山田は犯人の証拠を発見したニョロ。なに、またパラメーターで上がったぞ。犯人の証拠って何を見つけたの。そいつはまだ言えねえがな。そうに決まっている。ただこれは確実に犯人の息の根を止める証拠のはずだ。本当かな。ふむふむ、そうそう、確かセレス殿も何か目撃したとか言ってましたっけな。目撃って何を。教えてくれませんでした。好きな子いじめですかね。どう思います。違うと思うな。それでそのセレスさんはどこにいるの。ふむふむ、寄宿舎の倉庫、確かあそこにいたような、いなかったような、どっちだよ。なんでそんなところに。でも倉庫藤崎さん入ってったもんな。ここにいるメンツとはお話ししたけど、捜査進んでる？大体ね。だけど私はもう行かないと。捜査以外にやらなくちゃいけないこともあるし。なんでみんなやらなくちゃいけないことあんの？なんで？僕にはないの？やんなきゃいけないことある？なんかそれって何のこと？そう、あなたが気にすることじゃないわ。あなたはこの殺人に集中してればいいの。でもじゃあ最後に一つだけ教えてあげる。藤崎さんの死体をよく調べ直してみなさい。それと、あ、藤崎さんの電子生徒手帳がなくなってるわ。その行方を突き止めておいた方がいいかもね。じゃあね。それだけよ。健闘を祈るわ。やることいっぱい。と本当にそれだけ言って、キリギリさんは女子更衣室を後にした。死体を調べ直してみろか。それに藤崎さんの電子生徒手帳がなくなってるって。確かにそれも気になるな。結婚の付着したポスター、一見すると結婚に気を取られがちだけど、これって巨乳アイドルのグラビアのポスターだったんだな。なんだか女子更衣室にはふさわしくない感じだけど、なんでかな。カーペットに生々しい血痕がある。きっと殺人が起きた時に付着したんだな。藤崎さんの死体か。キリギリさん、死体を調べ直せって言ってたよな。詳しくって言われても、僕なんかじゃ限度がありそうだけど、やるだけやってみよう。藤崎さんの両手、ロープのようなもので結ばれている。このロープを使って貼り付け状態に吊るされているみたいだな。ってあれ？コンセントがついてる！これって、じゃあこれってロープじゃない。でも冷静になって考えてみると気になるのはそれだけじゃないぞ。藤崎さんの致命傷ってこの頭部の打撃なんだよな。つまり頭部を殴られて殺されたってことだよな。貼り付けの件といい、致命傷の件といい、最初に見た時は特に違和感はなかったけど、ジェノサイダーの資料を見た後で調べてみるとどうも引っかかるな。刺されてるのか。ハサミで刺されてる。同じハサミで刺されてるんだね。これってどういうことだ。ハサミを手に入れようがなかったから。ってこと？とにかくその謎の答えにつながりそうなのは、藤崎さんの貼り付けに使われているロープのようなものの正体だ。これに関してはもう一度あの場所に行って調べてみた方がいいかも。ついでにもう一度だけ例の事件ファイルも見ておきたいしな。そんなところか。コンプレックスね。じゃあ、結構、あれだな。この前はチュートリアルだったから、というのもありそうだけど、今回調べることがいっぱいある。男子更衣室も見ておくんだもんね。
なんかあんのかな。あ、あれ？このポスターって女子に人気のアイドルグループトルネードのポスターだ。そうなんだ、かわいい。私の推しは、やっぱ手前の子がかわいいかな。なんだか男子更衣室にふさわしくない感じだな。でも待てよ、そういえば向こうの更衣室のポスターって、そうだ、これって変だぞ。どう考えても変だ。男子更衣室のポスターは女子に人気のアイドルグループで、女子更衣室のポスターは男子に人気の巨乳アイドルなんて。ひょっとしてポスターが入れ替えられてるとか。だとしても誰が何のために。確かに誰か更衣室に詳しい人に確認してみた方がいいかもな。更衣室に詳しい人ね。まあでも朝比奈さんとか、さくらちゃんは言ってること一緒かな。あー、プール入っちゃった。プールはさすがに何もない。ここに飛べないのがね、飛びたいわこの事件中は飛べないのがね。あれ、まだ調べることがある。本当だ、これはカーペットに謎のシミがある。これは何のシミだ。しかも同じ場所だ。これってどういうこと。なんでついになる、ついになる必要とかあるでもこっちも別に汚れてるんだから入れ替える必要とかあんの。大神さんってよく女子更衣室でトレーニングしてるんだよね。そうだな。ここが使えるようになって以来ほぼ毎日来ている。たまに朝比奈にも付き合ってもらってな。だったら聞きたいんだけどさ、女子更衣室と男子更衣室のポスターって入れ替わってたりしてないかな。すまない、記憶いないな。ポスターなど注意して見たことがなかった。そっか、されど。この更衣室に関して言えば少々気にかかることがある。我はトレーニング後にプロテインコーヒーを愛飲しているのだが。コーヒーで飲むんだ。プロテインなんかあったんだ。ああ。倉庫にな。安物だが我慢するほかあるまい。それでプロテインコーヒーを作りトレーニング後に飲んでいるのだが、先日それをカーペットにこぼしてしまって、その際にシミを作ってしまったのだ。え？シミ？でもここの女子更衣室のカーペットにはシミなんてないみたいだけど。そうだな。そうだ、我もさっき気づいたのだが、そのシミが消えてしまっているのだ。おそらく誰かが掃除したのだろうが、それにしてはやけに綺麗だと思わんか。まるで最初からシミなんてなかったかのようだ。それモノクマにいいな、多分消してもらえるから。そういうこと？カーペットとポスターが入れ替わる必要ある？むずかぴーね。あ、そっか、図書室にももう一回行くんだ。忙しい忙しい。セレスさんにも話聞かないといけないしね。バチあり。戸上くんはでもどこに行ったんだろう。部屋に戻ったのかな。本になっちゃうか。事件に関係ありそうなものはないか。この辺か。机の上にはみっちりと埃が積もってる。ないか。電気スタンドか。あれ、スイッチが入らない。そっか、電源が入ってないんだな。この距離だと電気スタンドのコードがコンセントまで届かないんだ。でも前に見た時は電気スタンドはこの位置で使われてたような。そうだ、あの時の戸上くんは延長コードを使ってたんだな。でもその延長コードは今はない。じゃあもしかして、戸上くん延長コードとか分かったのかな。なんだ、コンセントがないのと戸上家にはありえない。壁一面にコンセントが刺さるようになっているからな。はっはっは。中身は空だ。延長コードが入ってたんだったな。
もう一度ジェノサイダー翔の事件ファイルに目を通してみよう。確かこの辺に。あれ？なくなってる。誰かが持ち出したのか？でもそんなことができるのって、戸上くん以外に考えられないよな。え？戸上くんが持ち出しちゃったの？やめておくべきだよな。じゃあ、セレスさん探しに行くか。朝比奈さんに話聞いても良さそうだけど。どれどれ？他の人にも話聞いてみてもいいんだったな。石丸くんがいるけど。なんてことだ。やはり恥ずかしい秘密とやらを告白し合っておくべきだったのか。ぐー、すまん藤崎くん、僕の力不足だ。そうかな。話し合ったら話し合ったでその場で、いやでもな、ジェノサイダー翔にとっては、そのみんなにばらまく秘密っていうのが、ジェノサイダー翔であることだったんだろうし。ナイギッチじゃねえか。ナイギッチだよ。お、俺は別に何もしてないべ。レターケースの中なんて見てないべ。中井くんみたいよね。この中には、江ノ島さんと桑田くんと前園さんの電子生徒で、貸与禁止ってあるけど、借りることは禁止されてない。桑田くんの電子生徒手帳が起動しない。でも、モノクマが言うには彼のものが壊れたはずがないらしい。これって今回の事件とは無関係なのかな？あれだなぁ。藤崎さんの電子生徒手帳がどこに行ってるかよね、あと。なんか、ハガクレくんも今怪しかったよね。俺は見てないべーなんて言ってるけどさ。でも今回なんか絶対こいつだろうっていうのがわかんないな。倉庫ね。ここにセレスさんいるってこと？タンタン。こんにちは。いた。セレスさん、こんなところで何してるの？この倉庫はすごいところですわね。いろんな生活必需品が揃っておりますわ。食料品からジャージやタオル類までよりどりみどりですわね。そんなことよりさ、セレスさんは見つけた？事件に関する手がかりは。え、見つけた？ん？見つけた？やはりお聞きになるのですね。倉庫の説明でごまかそうとしましたが、無駄でしたか。じゃあ何か知ってるんだね。では、特別にあなただけに教えてあげましょう。なんで？私、昨晩見かけたのです。この倉庫で藤崎さんの姿を。え？藤崎さんを？あれは夜時間になる直前のことでしたわ。でもいたよね。こんな時間にこんな場所で何をなさっているのですか？確かに、こんな時間にこんな場所じゃよ。ちょっと。え？トレーニングでも始めるおつもりですか？え？なんでわかったの？え？スポーツバッグからはみ出していますわよ。青いジャージの袖が。ああ。本当だ。ありがとう。じゃあ、急いでるから行くね。え？ここに何か問題が？彼女は慌ててジャージをバッグにしまっていました。まるで隠しているように。そしてそのまま出て行ってしまわれましたわ。そうですわね。私はてっきりトレーニングに行くのは翌朝だとばかり思っていたのですが、どうやら彼女は夜時間のルールを無視してその足でトレーニングに向かったようですわね。ルールを無視するからこんなことになったのです。自業自得ですわね。冷てえ。じゃあ藤崎さんはやっぱり、こっそりトレーニングするために女子更衣室に行った。だからわざわざ夜時間に。あれ？だけど変だな。あの現場にはセレスさんが見たジャージもバッグも残されてなかったよな。犯人が証拠隠滅したってことか。あれ？そうなの？
どっかにあるのかな。燃やされたか。今度こそ燃やした。戸上くん、ファイル貸して。手の手がかりはないよな。それはないだろうけど。あれ、朝日奈さんいない。深川さん、まだそっとしておく。あ、そう。あとどこに行ったらいいんだ。いろいろ見て回るけど、やっぱり証拠隠滅と言ったらトラッシュルーム。てかマップ見ればわかるんだった。朝比奈さん、来たよー。あ、朝比奈さん、深川さんは平気そう？うん。相変わらずだよ。一向に出てくる気配もないし、それにまだゼノサイダーがどうとか。だから置いてきちゃった。お、置いてきたの？問題だらけで頭がいっぱいだから、ついでにお腹の中も埋めちゃえーって。でもこれ食べ終わったらまた戻るから安心して。深川ちゃん嫌なやつだけど、心配は心配だもんね。まあ、ところでさ、何食べてんの？ドーナツに決まってるじゃん。決まってるんだ。私、ドーナツと宇宙を作ったって点だけは神様を認めてるんだよね。そうなんだ。うん。藤崎ちゃんももっとドーナツ食べたかったろうな。無念だろうな。ああ、もっと藤崎ちゃんと仲良くしてればよかったな。そうだよね。私も一回だけと言わず、二回目の親睦を深めるやつやっとけばよかった。そういえば藤崎さんって誰と仲良かったの？え？それは。なんか彼女って不思議ちゃんでさ、あんまり女子とは仲良くなかったんだよね。なんていうか向こうの方から私たちとは距離を置いているみたいでさ。そういえば大神さんも言ってたっけ？大神さんや朝比奈さんがトレーニングに誘っても藤崎さんは断り続けてたって。そうなんだよね。ねえ、しかも私たちだけじゃなくて女子のみんなと距離を置いてるみたいだったよ。人見知りだったとか。でもさ、その割には気軽に男子に話しかけてたよ。同性には人見知りで異性なら OK っておかしくない？あ、待って、もしかして男にチヤホヤされたいってタイプだったのかも。人は見かけによらないっていう法則によれば、そういう女子もいる。あの彼女がとてもそんなタイプには思えないけど。やっぱり男の子だった。あ、ここでか。男の子だったのならなおさら生きててほしかったって。そんな。僕も疲れたんで、思い切って始めちゃいますか。始めちゃいますか。誰が犯人だか。いや、でもな、深川さんがちょっと怪しいのかな。いつもの場所に集合お願いします。学校エリア1階にある赤い扉にお入りください。さっきなんかおかしくなった時の髪型、ちょっと気になったな。男ばっかりを殺してるみたいな点も気になる。でもなぁ、女子の力で持ち上げられんのかなぁっていう点も気になる。始まる、学級裁判が。始まってしまうんだな。赤い扉、あの向こうに。